はい、ありがとう整体の平野です。まあ、ダイエット、ね、本当に、皆さん興味が一番あるのかもしれないですね。もちろん、健康にもつながるので、ダイエットね、非常に大事だと思うんですけども、今日、来ていただいた方、まあ、カップルで、ね、来られて、もう3、4年になると思うんですけども、まあ、彼の方がですね、まあ、あと彼女さんが言うには、まあ、彼の方が、まあ、鬱陶院に来るようになってから、まあ、10キロ以上はね、痩せたというね、言葉をいただきました。それまでは、多分痩せなかったと思うんですけども、 何をやったかとか詳しくは聞かなかったんですけども、当院に来るようになって、10キロぐらい痩せましたという声をね、いただきました。私が本当思うのはですね、自然に痩せる、無理やり、何かをダイエットを行うことではなくて、自然にこう自分の適正体重に変わっていくという、風になったら、まあ、最高だなというふうに思ってやっているんですけども、本当に時たまですね、こんなに、あった人が本当にこう普通僕と同じぐらいのね体型になったという人に聞くと、本当に何もやってないという方もいるし、20キロ以上痩せたという方はね、1年以内ぐらいに20キロぐらい痩せたという方たちの中で、みんな痩せるわけじゃないですよ、中に、本当に何にもやってないのにという声をねいただくことが、たまにあります。ね、それは、その人の何かのこうスイッチがね、パチパチパチって入って、その適正な体重に、まあ、変わっていったという、まあ、本当に理想なね、痩せ方、それをね、またちょっと追求、していく、していきたいなというふうに思っています。新しいね、昨日思いついた、皮膚、皮下脂肪、そして内臓脂肪、に溜まる化学物質をね取り除くという調整法をね、そのまたダイエットに何もしなくても痩せるダイエットにつながるヒントではないかなっていうふうに思っています。